ターゾ瓶の内側に入れてください。どうやってギュッて入れちゃって動かないよね。そ見えるところに砂砂でそれで一緒に入れれば出来上がっちゃう。入れてください。何やってんだ今。今締め固め、締め固め、はい、出来上がり。模様がくるっちゃうね。長い時間経つと。これはあの価値ある。お上手お上手。モモターズモモターズって。モタージョモタージそれのためにしたんだからな。素晴らしいやん。素晴らしいね。ああこれだ。素晴らしい。これか。これがペトラか。どうこれか。すげえなこれな。この建物のファサードの上の真ん中部分に丸い石が置いてます。それは壺。現地の人々はその壺、丸い形のもの、壺の中に宝物があると信じていましたので、宝物殿、エルカズネと呼ばれていました、この建物。実は宝物殿ではなくお墓でした。壺はお葬式のシンボルです。お墓。現在1世紀のナバーティアの王、アリタス三世のお墓でした。彼の家族のお墓でもありました。上の階にはその壺の両側に三角屋根が見てます。その上で和紙の彫刻があります。見てみてください。和紙の足の跡、翼の跡を見ることができます。古代神話によると、わしは死んだ人の魂天国へ運んだものです。運ばれました。上の階には真ん中の柱の間に立ち上がった姿が見てます。それは女神様の像です。割れ目だもんな。本当の割れ目って感じだな。本当本当に割れ目って感じですね。単なるね、岩のね。そうです ね、本当の岩の割れ目って感じでね。ああ、大したもんだ。いやあ、ね、後ろの方もね、捨てがたいもんね。前はこうやってこの光の関係、光線の関係でね、色変わるもんね。どんどん買ってくるでしょ、これ光線の関係でね。そうそう、一分後そうそう夏に針が差すま